こんにちは国雄です。さあ本日もちょっと環境が違うだろうと思ってるかもしれないですけどコメント返しします。もうそれ最初に説明しておきましょうか。えっ、ー、とね、僕この鞘師里リちゃん関係の動画のえっ、ー、といくつか前のやつが多分これ Google のアナリティクスで背景がほぼ同じっていうふうにあの判断されたんでしょうね。えっ、ー、と広告を載せての収益のところでちょっとど,どうなってるのか今調べ中なんですけど。 外されてるっぽいんですよ <laughs> なのでちょっと背景を変えてみようかと思っててでこのコメント返しのシリーズとかも、まあ、結構同じようなあートーンにあれ AI とかだと映るんですかねなんか AI で最初判断してその後人作業らしいんで人の作業に入るらしいんですよ。で僕多分 AI で弾かれてんじゃねえかなと思ったんで。 ちょっと様子を変えながら <laughs> しばらくやってるかもしれないんでその辺もしお詳しい方とかいたらちょっと教えてくれたらと思いますし僕の方でも引き続き調べたりなんかしてきますねえこれ YouTuber 大変っすねで,でどれぐらい広告外れたかといったら数百円なんですよ数百円なんですけどせっかくそれが入っても見てくれてる方々1個あれ流れると0.0何円とか0.1円とかだと思うんですけど、ね、そこをなんていうか耐え忍んで皆さん付き合ってくれてるわけですから。 ちょっとねこの場所というところ何,何とかねあの有意義にしていきたいという,うに思ってますし、まあ、その広告書に入ったらこれマイクもねあの外付けのやつ買ってみようかとかとにかく僕がここで得たものは全部これで返しますから、まあ、ご協力いただきたいということでございます情報も含めてですね。 今日はこの環境でお届けしますけど、えっ、ー、と鞘師里保ちゃんのまず後編かな？誕生日の時に後編という風にしてまあ、5月30日に上げた動画ですけど、そこにコメントくれたものをお返しする。あと、過去動画のやつにいくつかコメントくれた方々もピックアップするというような感じにしようと思います。で、まあ、うん、最近の僕の感じとしては、あまり長くならないようにしてみようという風うに思ってます。 で、えー、と最初にお,お届けをお,お伝えしておかなきゃいけないのはグッドグッドさんとランガーさんの非常にあのなんすか僕はもうこれ興味深く読んでますよ。でそのやりとりの長いやつをこの次の動画でもおそらく繰り広げていただいてむしろちょっと「国尾さんすいません」みたいに気にしていただいてるんですけど全然それ気になんなくてやってほしいんですけど。 このコーナーだけで僕買いつまんだものの返答動画をこの後に撮りますんでそこを外した形でのコメント返しというような動画をまずここで作ってみたいと思っておりますなのでその辺、えっと、ご了承いただきながらお付き合いくださいじゃあ早速いっちゃいましょうえー、っとねじゃあ先ほど申し上げました通りなので鞘師里とさやしりほベビーメタルモーニング娘。続、えー、アイドルアーティスト論インスタ解説なんていう風に 言っていた動画ですね。ここのコメントをいただけた方々にお返ししていただきますお。いただきましたね。いや、行きます。さあ、先、えっ、ー、とじゃあまずつるつるさん、えっ、ー、と国岡さんコメントレースありがとうございます。僕が金沢さんに飲み屋さんの雰囲気を感じたきっかけは、飯久保さんとコラボしたおバカ猫とおバカ猫バカの歌を聞いた時でした。おさの場の曲調によるところも大きかったのかもしれません。コメントの補足としてこちらに失礼いたします。 ありがとうございますもう懐かしいそして聞き直しましたよあの確かにこれねつるつるさんに言われたから思うわけじゃないけどあれ意識してやってたかもしれないぐらいですよねでも智子の中には多分流れてなくて大勢さんの中に世界観が流れてて意外と余計なことを言わずアジャストさせてるっていうような。 僕最近大成さんのいわゆるアプカミとかでの、えー、レコーディングシーンですよね。あそこで思うのはハロメンの潜在意識を引き出すのがすっげー上手で、ちょっと背中を押す程度ですよ。それでなんか持ってるイメージしてる曲の雰囲気引き出せてしまうような気がしますね。もう井上ウェレイのね人それでもそれは言えてしまう気がしますし、他様々で大成さんの実力ここに来てもうグイグイ来てんだって感じですね。 そのね大成さんのアプカミだけでのナイスプレイ集なんてのもやってみたくなるぐらい、えー、とこの「おバカ猫」と「おバカ猫バカの歌」<laughs>「早く仕事」みたいなねこれのバージョン聞いて久々にちょっとまたインスピレーション巡り巡ってきたということでございます。ね、こ,のこういうやり取り僕も基本的に大好きです。 つるつるさんのおかげで改めて懐かしいことを懐かしい音楽を体感できましたあと発見もありましたありがとうございます引き続きよろしくお願いしますじゃあ続いていきましょうもうこのねこのゾーン誇りっぽいなレコードも古いのばっかりだからさうんねたまにはレコードも流したんだけどそれも規約違反だから <laughs>、ね、うっさいね俺もじゃあこのあーっと次お読みするのはどこに行きばいいはい えっとそうそうそうここあ、ここだ、この人の呼び方、前言ってくれたのに、ね、寝る、これね、なんだっけな、ねるせ、なるせ、なるせエッジオさんかな。すいません、もう言ってくれてたのに、すいません。じゃお呼びします。国ょさん、お久しぶりです。しばらくコメントせずに聞くだけでしたが、忘れられるのも寂しいので、久々にコメントさせていただきます。笑い。 リホン本当に癒し系ですねモームス OG として登場したひなフェスの映像も見ましたしその後の「アベンジャーズ」の活動も知ってますがステージの迫力とプライベートの彼女にギャップ萌えです今後の活動が気になるところですね 僕の個人的な見解としては彼女があ髪をひなフェスの時ぐらいまで切るか否かが今後の活動のヒントになると思ってますけどね。点点点。んて何を言いたいかは、えっ、ー、と、なんだ、組んでいただければと思います。笑い。えっ、ー、と、そしてベビーメタについてリンク貼っていただいてます。 アイドル、アーティスト論争についてはファンの方、それぞれの見方があっていいと思います。国尾さんもおっしゃるように、いろいろ細分化していく中で、アイドル、アーティストの垣根は線引きしにくくなっていますよね。その時々の音楽性も時代の流行に合わせた形があると思いますし、あっていいと思いますが、一部違和感を感じてしまうのは個人的にはありますね。その点では、上記 URL の記事の、ん 随筆者の方の意見に僕は基本的支持派ですね全く私の個人的趣向なのでそれが正解とは申しません、えー、ただし先日のインタビューでスーメタルが大人になったベビーメタルを見せていくと言っていたのでこれからは可愛い可愛いいした立ち振る舞いからは異なったところで大人可愛いとかっこよさを見せてくれると思っています ライブについて今一番の懸念事項はこれですねコロナショックで単独ライブやフェス含め全てのコンサート開催の先行きが見えませんソーシャルディスタンスなんて言い出したら全てのライブコンサートは全滅ですからなんとか打開策を見出してもらいたいですねまたコメントしますありがとうございますもう非常にまとまっていらっしゃって私のねご、えー、字、脱字そしてお名前をまた忘れるというそういうねことが なければもっとっと良かたのにすいませじゃあちょっとこのねコメントに対してなんとなく勝手にお答えしていくというコーナーいっちゃいますよ。ねこれはねえー、っとまあ僕「鞘師里ホ見てもらって「ギャップ萌え」っていう風な捉え方って斬新っつうか新鮮なんですよ。なんでかというともう小リ里帆像あるからこ,こ,この子に及呼んで「ギャップ萌え」はないのさ。ね、だからそれが そう捉えるんだなっていうのはいつもか本当角度によってるですよね意見ってねそれで新鮮ですよ、うん、でも言われてみれば<ス>ヒナフェスなんか見たらそうですよねわ、うん、かる気がするてかみか、うん、この髪切るや田舎っていうところもうん、なんか僕があんまりそこ張ってないんだよねなんでだろうね、うん、組,んで組んでみますすいません <laughs> そんな感じかな でベイメーターについてなんかここ重要ですよねこれリンク貼っていただいたの読ませていただきましたいやこの方この方はさこれ僕が間違ってなければいいんだけどこの,この方の探究で言えてしまっているからこれでいいのかなというような気もするんですよだけど好き嫌いで話していくっていうことじゃないですか好き嫌いで話していくというところだと こう大きくプロパガンダしてそこを言ってしまった段階でちょっともうその人に入っってててくくるるる情報って限られてくる気がすすんですよねだって気使うじゃないですか,か僕がここで、えっと、これが嫌いだ好きだって言ったらあのちゃんとなんて言うんですかエンターテインメントと360度の意見というのが僕は正常と言ってるおかげで書いてくれてる方々もいるんですけどいやなんか国はそういうこと言ってるしここで言いづれえな書きづれえなって方って出てくるはずなんですよ。 嫌いとととかか好きとか言っちゃうとねだから僕なんかそれがうー一応そうチャンネル主としてはですけど国をチャンネル上で音楽の話をする「鞘師リしりほん」もそうですし「モーニング娘。」もそうですし「ベビーメタル」も当然そうですよね。時に何か選びたくないし選んじゃうと違うよなって思うとこあるんですね。でこれだとおこの文章だとそここの方は強い方なんですよね。ここのの方の文章だとそこを1つうん 方向ははこっっっっちちどかっててのは決ままる気がしましたねうんでも最後のところが、うん、僕と似てるかもしんない。ねただね一個言っとくのは地下アイドルって無限に広いんですよ。<laughs> 無限なんですよ。これスナックの数と同じぐらいあると思ってくれたらいいっす。 だから店によって全然違うの酒出してるだけだろう音楽ちょっと流してカラオケ歌ったりするんだろう女の子におばさんにとかいろいろ今のよくないあのお姉さんに接待してもらうだけだろうと思うかもしれないけど全部違うんだよこれは。これ僕好んでスナックとか行かないけどその先輩方々ちょっと飲んでてどこどこを紹介するからって連れてってもらうことってまあ,あるんですよ。それで行った時にそれが全部違うことはもうもう分かってるんで。 人と人とをつなぐためのそのたまたまの橋バイパスまあまさにスナックってそういう場所だと思うんですよね意味があるんですよななんだかなんだかなと思って地下アイドルもななんだかしらの意味があったりするからこの細分化のところってすっげえ語りにくい、うん、でもハロプロだったらハロプロである種歴史があって型があるだから語れるんですよね型カタ,カタなんつってね そういうふうに思いましたよ。ねこの話は惚れます。うん、でもあの、出口ないっす。そういうふうに思いました。でも、あの、面白い文章を読ませていただきました。で、かつ、その中で、えっ、ー、と、同調されてる部分ということですよね。うん、でも趣味趣向って、これ、趣味趣向って落とし込むんだったらこ、これでいいんですよ。うん で僕思ったのはこのスーメタルの思うところとあとファンの思うところっていうのは比較的足並み揃ってんなって感じですよねでユイモアのところが多分もしかしたらまだドリーム追ってて合わないのかなとかそんな気しますよなんだろうこれまあ結モアっつってもユイ,ユイちゃんなんだろうけどね、うん、モアちゃんもスーメタルこう言ったらっていうところは右へならいのはずなんで。 不思議でさえも当然当たり前ですけどベビーメタルにアベンジャーズで参加している以上は右衛習がいなはずなんですよね。うん、これはちょっと、うん、結論でねえな。大人可愛い,い大人可愛い,いっていうことなんだよね。これハローには大人可愛い,いにするためには一旦卒業して M ラインの方に行かないとダメな感じだと思うんですよ。ですからよく鈴木愛理というのが最近。 物理的に物理的じゃない歴史的に彼女たちがファンだというのを除いたとしてもファン今,今ファンになった方々は聞きやすいのかななんてのも想像しますよ。で最後ライブについてね。ねこれ昨今ライブハウスとか頑張っていろいろ出してるじゃないですかそれどれ見てもこれね頑張ってる人に言いたくないけどね。 と皆さんの意見も聞きたいですけどどれ見てもライブハウスが出してる台案ってしっくりこないのよだってライブハウスにはライブ見に行きたくて行くんだから医療機関とかに出してるクリアファイルで作ったものとかあったりするじゃないですかああいうののライブハウス版を出してやっぱり現地に行かせないとダメだと思うんですよね。これも苦労してるの分かってるから僕の意見なんかもオールスルーでもいいんですけど。 あのやっぱ現場でソーシャルディスタンスも生かしいながら映画館が一席ずつ開けてとかありますよね今それとかに似たような形でライブハウスでやれるうんこれ戦わなきゃ最初の人は戦わなきゃいけないから大変だろうけどライブハウスでやれる新たなアイディアもうそれそれしかないかな僕これ外国と組みはいいと思うんだけどねアメリカが一番分かりやすいだろうしやれるだろうしね うそうしてほしいななんて思いますこれね僕はホームパーティーレベルだったら結構最近ちょっといろいろアイディアもあるし引っかからないとすかもう家に人を招いてるレベルだったらもうやりだしてるんですよ、うん、その辺もしご興味ありましたらあのなんか僕の考えてる方向性なんていうのも YouTube 動画で久々にあげますよその辺ちょっと楽しみにしてみてくださいってな感じですありがとうございます いやー整理されてらっしゃっておみそりいたしますじゃあ続いてゆいかさん、えー、週末に動画をまとめて見させていただいてますコメント湯もありがとうございます嬉しいです、えー、YouTuber の生まれから運営までも会話見えて非常に面白いです広告,や広告やアーカイブもいろいろ仕組みがあるんですね当然のようで知らないことが多くてそこも楽しませていただいてます広告は会話の途中なんですよね点々点ですがタイムコストかかるのはもったいないですしな あー工夫して頑張ってください。1、えー、平井美桜ちゃんチェックしてみますね。山口百恵さんは数メータルに似たビジュアルがあると感じてます。かっこ顔型というより化粧ハテナ。今後も動画制作頑張ってください。ありがとうございます。そう,もう冒頭に言ったことと重ねますね。ちょっとここ僕の話で申し訳ないんですけど。 鞘師もあれですよねインスタの方がユー YouTube めんどくせえと思ってるっぽくて当たってきてますよなんか今の僕とどの辺のフェーズにいるかというと、まあ、年間の再生時間が4,000時間以上これクリアしましたそして、えー、と1,000人以上の動画登録者これもクリア皆さんのおかげで両方ですねいたしましたそして、えー、と3つ目の壁ですよね広告を入れる時に どこに入るかも全部オークションなんですよなので私に広告を入れたいという価値を見いだしていただいたかどうかというところこれが3つ目のハードルなんですかね4つ目のハードルか4つ目のハードルなんですよねこれはクリアしてるんですけどその動画が類似点要はまんまコピーしてどういうことかといったらこういう前回までの内容って会話の内容って多分 AI 拾わないのかなと思って。 で背景とか含めて僕の顔を含めて全部同じものをコピーして長尺で流したらあれじゃないですか同じものでも再生数稼げちゃったりするっていうふうな取り方になっちゃってんでしょうね言ってること全然違うから人間だったらこれ分かるはずなんですけどそれで広告がとにかく収益にされるはずだった600円ぐらいなんですよ600円が全部なしになったんですよだけど最初の YouTuber としては1週間目の600円だったんで。 なんかすごい額じゃないいですすねねここねすごい落ち込みあるんですよ。あでもそれで学んであのアーカイブですかアナリティクスですよねの注意事項を読んだらそういうこと書かれててで該当してるかどうか分かんないですけど該当してる可能性感じちゃったんですよ。ねでこういうところっていちいち更新もあるんですよルールって。だかららいいちいち見ながら 確認していく昔経済産業省ですか経済産業省での更新なんていうの仕事にちょっとしていた時があって、まあ、その最新の情報なんていうのを明治大学の小学部特別テーマ実践科目なんていう授業があったんですけどそこで僕少し教えたりしてた時あったんですよ。でその時も毎日経済産業省のホームページ開いてで朝方更新してやがった場合その日の3時からの授業チャラですもうやり直しです。 <laughs> まあ全部まではないけどとにかく部分部分変えないといけないんでそういうようなことですよこれも YouTubeYouTuber 始めてて今思ってるとこなんですけどあやりこれもうやれないんだと思ってじゃあ背景変えていくとかあと顔なのか洋服なのか何か変えていかなきゃいけないってことですよねまあ顔はしょうがねえけどね髪切るか。<laughs> 外れそそうううこしします、ね、そういうことでしたなのであのこうおっしゃっていただいたからなんですけど YouTuber の生まれから運営までなんていうところ僕もう基本的に隠すこともないですしこういうふうなお話していく中でヒントあればそれもう皆さんに作っていく場でいいようにしていこうとで収益ももうぶっちゃけ何百円なんであれ貯めといて数万になったら感度のいいマイクあと光とかディスプレイに使うものなんだとか多分もうそっちに全額投資で。 足りないと思うんですよであとスパチャをやってみたいと思っててスパチャで、えー、まあそれもお金よこせみたいに見えないように見え,見えちゃいけないんですかまあそういうことなんだけどねあるスパチャってシステム上だけどそれで環境を改善していくっていうことあと背景もいくつかうちにあるパターンのところで4チャンネルぐらいっていうんですか4つぐらい変えられるようなのをやったら多分怒られないと思うんで。 何、うん、ていうか広告をつけてもらえるようになると思うんでそれもトライしていこうって感じですね、うん、ねこん,こんな話でちょっと申し訳ないですけどだから小林里保がインスタでやっていきたいっていうふうに言ってるところ YouTube の方がいいのになんて,なんてのは甘いっす、ね、はですよねそれは緒春菜だからさすがですよねそういうところ勇気を持って飛び込んでいる、ね、飛び込む勇気使います、ね、ちょっとうまくどんどん突つぼにいきそうなんでこの辺にしますけど。 今のモーニング娘の曲の人形をやろうとしてあのうまく言えてないやつですね。まあ、こんな感じで,すでちょっと見ている方々には本当にこれ広告入っててくれたら実は皆さんはちょっとうぜえとか思うかもしれないけど俺としてはラッ,、まあ、ラッキー当たり前なんですけど価値として評価されたってことなんですよ。で入んなくなってる回とかあるはずなんです。多分それ過去のののとか僕この鞘師里保ベビーーメタルモーニング娘。会のやつは 結構外されててるるのあるかななと思ってますんでかというと広告収入とカットされてるんで。っていうことは僕が YouTuber としてやっていく権利がないってことになるんで皆さんここで改めてこれを見ている方々にお願いしたいんですけど広告入ってたらあままだ国を認められてんだってこの動画ありになってんだってことなんです。そういうちょっと目線でもうしばらくつ <laughs> き合っていただければうん今広告の位置どうこういう立場じゃないことが分かりました。 ねねねいいっったーーーてうかユチュバ難しいねって話ですじゃちょっとあの重要かつなんだかんだ言ってこういう話もしたかったんであのゆいかさんのコメントをお借りしてお話できたことを嬉しく思いますそしてもう一つのトピックいきましょうねユーチューバーとしてではなく平井美代ちゃんについてね山口百恵さんこのねえー、とやりとり再三出てきますよねで山口百恵さんに似たビジュアルというところを言いたかっただけなので、えー まあちょっと分かってくれたらあと立ち位置存在とかなんか僕もかぶるところあって幼稚園時の先生よく初恋いつなんて言うじゃないですかまたいらねえ情報言いますけど幼稚園時の先生なんていうのはそれに多分該当するというあ,ありがちありがちケースなんですけど思い返してみれば山口百恵に似てるんですよヘアスタイルも雰囲気もなので平井美桜ちゃん好きなんですねハッとしてるんですね 男の子の初恋って初恋になるかなんかわかんないですからね。女性の初恋って具体的じゃないですか。男は雑、雑かな。でも家の母親と幼稚園時の先生は当たりやすい。ね。なんでしょうこれ。こんなこと思いました。ちょっと話ずれましたね。ちょっと今日はずれがちでいくか。もう場所も違うし。で、えっと、スーメタルに似たビジュアルですよね。これは、 あの多分東洋的な東洋の魔術師的な <laughs> この古いですけどオリンピックなくなってるイヤーで使うの古いですけど、まあ、メキシコオリンピックの時のバレーボールチームですかね1968年ですかで東洋の魔術師的な多分ルックスって持ってると思うんですよねちょっとつ釣り目でまさに狐とか例えたらはまりますよねそっちに寄せてったのかたまたまに言ってたのかわからないですけど。 切れ長が人へ釣り目みたいなのが多分代表的なんでしょうけど、まあ、それをエキゾチックといいう言い方もあるし様々ですよねでそこにはまる方向が僕スーメタルな気がしてて山口百恵平井美代どんどんスーメタル山口百恵平井美代でマイルドになっていってる感じですね。 えー、だから化粧顔が確かに顔が立つより化粧なんでしょうけど実際、ルドになっていってますよね。で山口百恵さんもデビュー当時なのかプレイバックパート2の頃なのかとかで全然当たり前ですけどメイク違いますし平井美桜ちゃんも今後メイク変わっていくでしょうしねスーメタルだってそうじゃないですか最初の頃よりね今の方が、えー、と洗練されている年相応もしくは、えー、とベビーメタルの物語が進んでいるというかそういうようなことを受け取らせていただいております。 そこにアジャストしていくリフォメタルもは僕は見たいですよ。そんなことを考えてます。なので、動画制作頑張ってください。ありがとうございます。ねえ、もう本当に毎日アナリティクス見て注意事項の更新を頭に入れていかないと僕はこのチャンネルがなくなる可能性があるんで。いや、皆さんと一緒ですけどね、皆さんと一緒に歩みたいですけど、ちょっと気を引き締めてやっていきます。いやー、でも広告取り除かれるとは思わなかった。 じゃあ,ありがとうございました続いてのコメントをお読みしていきたいと思いますお朝比奈さん、えー、いつもコメント読んでいただきありがとうございますそして世紀末に言及していただきありがとうございますキスのパクリとか言われるのはもはや何も感じません笑いフランスでご覧になったということは2010年ですね国尾さんもアダムのおアダムのリンゴの前振りであのリンゴの種品種名を連呼されてたのでしょうか笑いえー、っとこれ重要笑い アイドリングのなどあって良、えー、き,きところで、は単になどあって良きところで、音明座のたまもの前です、えー。自分もこんなの初見じゃ読めません、笑い。配、え、慮、ー、が足りませんでした、汗。えー、とそれで、音明座は歌詞に古語、えー、を使うし、当て字も使うしで、で自分も読みづらいです、苦笑い、えー。ちなみに、えー 書いてもらっているのが「神のふるめき当て字だそうです」読めるかそんなもん、えー。ベビーメタルアイドルースは国尾さんのおっしゃるようにアイドルをどう捉えているかによるに同意です。 自分にはアイドルもアーティストも同じであって単に棚に並べる時に分かりやすくするためのカテゴリーとしか思ってませんすごい実力のアイドルもいれば大したことないアーティストもいると思いますしカッいやプロとして食えてる時点ですごいですがカッとしですがアイドルとは人一人前慣れていない半人前あるいは格下な存在と考えている人も確かにいてその目線から見ればベビーメタルをアイドルと呼んでほしくない気持ちもわかりますただアイドルファンだって自分が応援している子を ベビーメタルより格下呼ばわりされたらそりゃ頭にきますしね特にハロプロの子とかアーティストと呼べるスキルがあるのにアイドルダンスに徹しているとプロの先生かっこパスポアップ係の振付師竹中夏実が評するくらいレベルが高いわけですから。 あと「ベビーメタルは同時にメタルかメタルじゃないか論争でもメタルエリートからいろいろ言われますからね」音楽雑誌バーンの記事コラムだったかなで「なぜメイトはベビーメタルをメタルだと認めさせたがるのかどちらでもいいじゃないか」といった内容があったんですがそれを言ったら「なななんでメメメタタタルルルははベビーメタルはメタルじゃないとと否定したがるのかりりになりますよねこの手の話は揉めたい人に任せて自分は逃げます」「笑い」「こんだけ書いといて笑い」 あと、さやしさんの体験についてですが何度でも言います。ナチを見ろ。さやしさんなんかガリガリや。でも冗談抜きでさやしさんの場合は太ってるんじゃなく筋肉でしょうし。元パスポー、飯村ナチュ。現在 73kg。でも好き笑い。鈴木香音さんは挑戦者として認めてやってもいい笑い。またまた悩くなりました。失礼しました。あざす。いやいやいや、これね、ちょっと一個思い出した点があるから後で補足しますよ。 まず最初の方世紀末ってことは2010年だ僕ねフランスのジャパンエキスポ2008年から2011年まで行ってて12年だけ除いて13年からいつまでだろう一昨年まで行ってたのかな、うん、で結構あ間1個か2個また飛んでるんですけど れでで入ってんですよで。最初の数年は僕自身がジャパンエキスポ DJ やってたり、えー、物販とか関わったりあと内部の翻訳家翻訳やったりとか様々。でなででそういうことになったかっていうと最初にフランス行きだした時が2007年なんですけどもう翌2008年の時にジャパンエキスポが世界で最高の日本カルチャーを扱うイベントだよと動員数っていいんですけどね。 でそこをちょっとトライしてみようと思ってオーガナイザーにメールしたり連絡したり結局直談判したんだけどそれで DJ どんなもんか見てみたいっていうこと言われて、えー、その翌日の早朝かなんかにまあプレスもしっかりいるところだったと思うんだけどそこで自分たちのプレイスタイルっていうのをお披露目していこうというふうに思いやったところを知ってみようってなったんですよ。 結構ずうずうしい、押し付けがましい押し付けじゃねえか、ずうずうしいところあるんだけど、はい、僕の場合はもう現地に行って交渉して、実際にプレーを見せて、えー、気に入ってもらったらやる、そうでなければ仕方がないっていう感覚なんですね。で、それで、まあ、あ,るある程度僕の場合は、音に関しては自信があるところもある、ずうずうしいんで、自信があるところもあるんで、まあ、人に見せれば大丈夫だろうと。で、そこでまあやれたきっかけで、2010年のジャパンエキスポっていうのもそこに潜入していたということですね。それで拝見したということです。 ね、でキスのパクリ論キスは僕これは x ジャパンも含めてもうビジュアル系のルーツにはだってもう影響ない人いないんですよねここデイビッド・ボーイっていう人もいるけどキスどっちなんだろうねデイビッド・ボーイはずっとこうじゃないからねキスも一時期80年代以降ノーメイクだったんですけどね,ねでも世紀末の方が僕は音楽的にはクオリティ高いなって思っちゃってますまあこれ賛否論出るでしょうけど 実際体感してそうだからいつもライブ見たしね、うん、そういうことっすねでこのおっしゃる通りりんごの品種言ってましたよ、ね、なのでいろんな国の言葉で言ってたそこはこのくだりだったと思いますいや楽しかったね嬉しいっすねこういう話もねでこの漢字のね長いところすいませんもうこれ確かに読めないで同調いただいてフォローいただいたらよかっ僕ね漢字力多分どれぐらいかというと義務教育の最後の方も 最近思ってるんだけど、危ういね。あこれも悔しいね。で、僕大体英英語フランス語は喋るんですけど、適当派なんですよ。基礎は勉強したけど、もうフィーリングで喋ってるみたいな。<laughs> 主語動詞目的語で、ね、もあの未来か過去かぐらい。でもでもね伝わっちゃうのよこれって。そう思ってくるだけかもしれないけど、なんでこう思ってるかって言って相手の言ってることも僕はわかるから、多分分かり合ってると思っちゃってるんですよね。 ね、でこれもかかるじゃないですか <laughs> 日本語も分かり合ってると思っちゃってるんでなんとかなっちゃってんのよ。最後通知症で言うとまあまあ通知症で言うとめちゃくちゃ低い感じ検定だと思うけどどういうことかというと3から4ぐらいのコミュニケーションできて,て5にすることをしてないってことかもしれないですね音楽とか趣味に関しての例えばアイドルとかハロープロですよね。そこに関しては 結果的に環境がそこつわもの強者がたくさんいるおかげで皆さんもですよおかげでなんとなくなんちゃって誤感はあるけど多分テストさせたら4とか3に落ちると思います、ね、合わせ技一本みたいな感じですねそ,その程度なんですよこれをねあの皆さんは理解していただいてるから嬉しいんですけどたまにすごい真剣に突っ込んでいただいてる方々にお,お,お詫びしないといけないそんな期待するほどさせてるほどの やつじゃせんとということで、ね、ちょっとお言葉をお借りしながら弁明なんつう感じですね言い訳っすね <laughs> ねこれバーンねバーン、うん、バーンのコラム皆さんどれぐらい読まれてるんですかねベイメタファンの方々必ずこれメタラー側とアイドルファン側メタラー側アイドルファン側 もうすげえ真っ二つな気が僕なんかはしてるんですけどでもどっちもここに少なくとも「国王チャンネル」書かれてる方々は歩み寄られてる方派もしくはあの答えが出てなくて探してくれてる派っていうのかななんかそう見てるんですけどでアイドル雑誌読んでも当然メタル側に行かないから僕この専門職のどっちかの意見を参考にした時点で。 この真ん中取るっていうことがより難しくなっちゃうんじゃないかなってちょっと思ってるはずよ。さちょっとこう飾る今度の動画の時に飾るよ。あのヘトーか佐々木理香子のやつあの買いましたからメルカリで買いましたから <laughs>、ね。それとかもちょっと飾ってみた感想とか、うん、その内容の感想言わなくてもいいかもしれないけどね、うん、付け加えていきますよ。これもれももなくも皆さんのののベビメメタのメタ側の人たちが あのいろいろ話題にしていってくれないと俺そこ探究してないですからね。でそうそうそうまあそれはそれまでとしてありがとうございますってことでもう一個この体型についてこれ俺ね調べたので何人かが指摘してくれてたじゃないですか。で俺あれも引っかかってる説があってこの動画ではもう,こう言及今しませんからね言いますよ言及しませんからね。なんか 個人の特定できる個人の体系を動画内で追求したらなんかダメらしいんですよ。なんていうの,あの人種どことかっていうと人種、えー、と宗教あと体系とか俺絶対ディスってないはずだし絶対それに対して誹謗中傷してないはずなんですけどそこっってて該当すするる可能性あるんですっていやビビりましたこれ。 なのでどなたかご指摘していただいた方がいらっしゃってあの方の言ってることっていうのはもしかしたらそのアナリティクスもご存知な方で国をお前やばいよって警告だったのかもしれないですね。これ僕 YouTube がここまでの世界っていうのをちょっと知らんで甘く見てるんですよ。ねえ危ないっすね。なのでこれ表情とかでうんうんとかやるけど俺から言及しないようにしようかと 今思ってますうん、だから仕様にみたいなもんじゃないですか YouTuber 的なところで言うと1000人ちょっと超えて今からスタートでってなるとね。ただ僕ここで言っときますよ僕も多分似ててちょっと大きめの人僕多分大きめって言ってると思うんですけどね大きめの人を好きなんすよ少しよそれはだから平井美代ちゃんって言ってくれたらちょっとわかると思うんですけどあんな全然あのソリッドな方ですけど あの子が大きめな場合って好きなんですよどう。どう言ったらいいですかね、これね。で、比較もしてない。で、おそらくナチュさんも、そうなんとも好きなはずなんですよ。こういうことなんですよね。好きって、好きだけでも比較した段階で、ってなっちゃうんですかね。さやしだって、もうあれもめちゃめちゃ可愛いじゃないですか。<laughs> あれインスタライブとかで言っててあれおっきいって言ってたら世の女にそうだだけにないますよ <laughs>、ね、お分かりですよねそういうことだと思いましたうんねでもおかげでいろんなこと今知れてるタイミングですちょっと以後も僕の方で知れたものなんていうのはお出ししてきますのであの書かれる側大川朝比奈さんとか遠慮なくていいので、えっと、全然入ってきてください、えー、引き続き情報交換と,っと楽しい場所にしましょうありがとうございました じゃあ続いてお読みしましょう。えっ、ー、と、三枚坂あゆむさん。コメントレスありがとうございます。森高さんの曲を久しぶりに聞きました。久野さんは森高さんはブランドと言ってましたが、確かにそうですね。アイドルあり、コスプレあり、シンガーソングライターであり、ドラマーであり、多様なものが存在している唯一無二の人。森高さんを知ったのは、「雨」という曲です。調べると、この人変わってる。ビートルズが好きだなんて。えー、波長が合いそうということで、のめり込みました。 実は僕はアイドル時代の森高さんよりピーチベリー以降の年代が好きなんですよ。売れなくなってきた時代の方がね彼氏が欲しい彼氏が欲しいと言っている割には彼氏なしという歌詞が彼女らしいですが20代後半には孤独感と性的,熟成度が性的熟成感がマッチしていて女性として好きなんですよ。あとこの人は間違わない人だと思った。 実際にその後の人生はその通りだった。吉永さゆ利的というか。鞘師さんも間違わない人だと感じています。ダンバラさんもかな。鞘師さんも私にとってはこれからが美味しい時代です。いろんな可愛いという方から見ているけど、僕は大人の鞘師さんが好きですね。ありがとうございます。うん。もうもう洗練されてますね。趣味バッチリ上かりますよ。うん。 ね、僕結構多種多様なアイドルのタイプが好きというか受け入れられるここ偉そうなんですけど受け入れられるんですよ。なんででかというととうその子にやっ,ぱ感覚ですよ、ね、っていうのがアイドルというフォーマットを使うことその子アイドルでここの中でベストを選ぶどうせアイドルにはなりきれないしアイドル側も自分には100%歩み寄ってはくれません。 なのでこの距離感のベストなところっていうのをその17歳18歳19歳いくつでもいいんですけどねでこの50%ぐらいで行ったり来たりしてるようなバランス感っていうのが見たいなっていうふうに思ってるんですよ。でこのバランス感をちゃんと表現できていることであれば僕は結構どんなタイプの子でもなんかあいいなと思えてしまうところあります。ねだからなんかもうねタイプというよりバランス感っていうのが正解なのかもしれないですよね。 なのでちょっとある瞬間とかそのバランス感が綺麗だったクリアだった子っていうのがともすれば今その子のタイミングによってバランスを崩しているななんていうと応援したくなるしそこの応援している時にその子の輝くところがあればそこが良かったよっていうようなのを接触でではないんですよね実際こういう会えるところっていうの機会が握手会であったりそういうところってあるからここ良かったよって言えるんですよ。 ただ今はそれがなくてももちろんソーシャルネットワークであったり、まあ、様々 YouTube とかも、まあ、全部ソーシャルネットワークですよねそこでも伝えられるしすっごい高い確率で彼女たちが見ていることはもう分かっているんでまあ2020年型がどちらにあるかといったら比較的後者の方なのかもしれませんけど僕は2010年代のアイドルというところは今言ったような 接触商法ってよくこういう動画では出てくるんですけどその見方も間違ってないと思うんですがどう使ってきたかというとバランスを整える作業に使っててきたような気がしています、ね、これはま,あまたあのこの話題が出た時に繰り返しより洗練し届きやすい言葉でねその都度その都度お話ししていこうと思いますけどね。 まあちょっと脱線しましまたなので森高さんもその時代というところではしっかりアジャストしていったからこそ二枚坂 M さんにも届いているしあの気持ちのいい清々しいブランド価値のある女性ということになっていて今も存在しているってことでしょうね。ねビートルズビートルズは音楽楽器を少しでもやったら聴いてて損なしなんですよね。聴いてビートルズ聴いて間違うってないんじゃないですかね。 もうこの,レコルのほ,ほぼほぼずっとビートルズで関連も続いてるんですけどねまあ <laughs> 何,何が言いたいかというとやっぱ音楽アイドルであっても音楽としてほぼ聞くわけじゃないですかアイドル歌手である以上はというとその表現の中に自分たちのルーツそして日本の音楽でも長い間当然愛されていて基本になっているザ・ビートルズなんてのが 流れているということにな何にもマイナスもなくいいものしかないそして流れてることがうれ流れててくれてることが嬉しいみたいなそういうのありますよね、うん、僕それが例えば20代後半に森高さんがこの性的熟成感っていうのを感じたんであればビートルズなんていうのも20代で熟成していく早いバンドですけどねっところはど,どこかに似てるのかもしれないですね。で吉永さ,ゆりさんいうのはまた これはもうジェネレーション僕より何個か上になると思いますけど、もう間違いなく山口百恵さより前ですよね。ここの左右リスト的な方々の話だと思うんですけど、ここの話で言うとまた話が変わってきそうなので、ちょっと僕口出しできないかなと思いますね。でも当時の映画なんか見,見てましたよ。僕、それほど石屋。それこそ石原裕次郎さんのあの奥さんになる方とか。 えー、吉永小百合さんと一緒に出てて、えー、みたいな昭和でいうと30年代ですかの映画ですよねだから慎太郎さんの書いた「狂った果実」以降石原裕次郎がスターになってくね日活もねそこら辺の映画はほとんど見てるんで <laughs> うんよく見てましたね懐かしいまあ僕が見てたのに二十歳前後ぐらいかな日活ものなんていうのだいぶ後から見たんですよね そんなことを思い出します、ね、で鞘師リホーの話に戻すでダンバルルルルさんもお目が高いやっぱりセットで語られますね系譜が同じだからでしょうねアクターズスクール広島ハロプロそして、まあ、まだダンバラは現役だけど、うん、ダンスの面でとにかく、うん、ちょっと格が違って見せてるところも似てるかもしれないですねうん。ね僕この 本人たちの頑張っている姿っていうところが共通で受け取れるっていうような落としどころになるのがなんか一番嬉しい感じがするんで大人のっていう表現されてらっしゃるじゃないですか大人の表現っていうのに当たるかどうか分かんないですけど僕なんか全然大人じゃないとこたくさんあるんで大人の表現になるかどうか分かんないですけどちょっとこの言葉尻だけは大人っぽく見えますよね。ちょっととと本人ののの個性性を尊重ししててバランス感のあるる女いいいいいうのが好ききでそこを応援していきたいみたみなな言い方になると で実際そうなんで僕なんかもなんかそういったところに、えー、この動画とかでやり取り返している方々にはなんか一つ答え見出してくれたりするとおーすげえピース風な感じなのかななんて思い思みしていながらイザ、えー、井坂 M さんの文章をお送りしてそんなことを思うことができましたありがとうございますさあじゃあ今日は次があ最後にしますかねす、えーすー,ーさんありがとうございます えと広告について一言私は少数派かもしれませんが広告全然オッケーですゆいちゃんのパフォーマンス動画が広告で見えなくなると向かってくるけど国王さんが隠れても向かっては来ません笑い制作ご苦労様です余計な手間は視聴者も追うべきですいや大変な配慮ありがとうございますあとスースーさんね過去動画にもいくつかコメント頂い,いてたと思うんですよそこもちょっとせっかくなんでお読みしますねえっ、ー、と 電通の話も握手の話も面白かった握手会を初めてしたのはあ西川貴教さんと言われてますが本当ですかドーピングという表現は私も行き過ぎだと思いますし接触情報の何が悪いも正論だと思いますさっきのつながりますただパフォーマンスの質的向上を目指してないように見えるグループは気持ちが向きませんなるほどあともう一つ書いてくれてますね えとアイドルからアーティストへのレベルアップが間違いというのはその通りだと思う山口百恵がいい例でアイドル歌手のアイドルが取れると一人前の歌手と言われていた時代の名義ではないでしょうかいずれにしても論争を注目と捉えるのが正解という意見には賛同しますということです交換ここ見逃してたらすいませんちょっとここまで確認取れたのであと回答遅くなってすいませんでしたね で前回の前回のというかこの直前の三枚坂歩さんに回答したところと最後の2つはあの答えそれで包括しているような気がするんですよ。なんか僕はあのー 議論はあっていいと思うんです論争という風にするとちょっと戦ってるように見えるかもしれないですけどお互いの思いやっぱ腹に秘めてるより出した方がいいんですよなんでかと言ったら答えなんてこれ出てないし今日出た答えも明日あさって世の中の風潮であったり自分のマインドも全然あの気持ちフィーリング変わってきますよねそしたら変わっていいはずなんですよ変わる方が僕正常だと思うんですよそんなのずっと今思ったの固定で持ってくっていうのも変だし 曲の人間のキャラクターだって変わったっていいし性別だっても変えたいって途中あんまそれは途中からいないかもしれないけど <laughs> 時代的にジェンダー的にも変わるっつったらまあうん変わっちゃったのはしょうがないよねって話じゃないですかでそういうことな気がしてるんですよね。なので変わった時に議論して自分の今の自分っていうのは世の中に対してどの辺の位置にいるかっていうのをチューニング正常化していくっていうようなこと僕そのための論争っていうのは結構おアクティブだし意味あんな価値あんなと思うんですよね。 これ,これは趣味が違うっていうんじゃなくて論争ができるってことは価値観が似てる可能性がすごくあるんですよ。だから価値観が似てるということは実は目的が同じな可能性があったりするんで、うん、僕はこれ言ってること全然全然180度違うこと言ってても全然違うこと言ってるって捉えてない派なんです。故にですね。なのでそれを気づいてくれてるような気がしたので嬉しいなっていうことでございます。で、あと握手のこの西川隆則論はちょっと調べたんだけど分かんなかったです。 結構前から僕でもこういういのあるる気がするんですんよねだから表立って商売にしたというところが現代型での多分モデルケースのこと言ってると思うんですよね。それはちょっとあんまりよく分かんないところがあります。ただ僕1個言えるのはハロプロでもそうですし乃木坂とか乃木坂のファンの方とか知っているから乃木坂ハロプロそして地下アイドル全部違いますよ。なんかシステム同じように見えるかもしれないですけど。 そそれこそ僕が一緒にイベントやったアプガー2機山田さんやむエンターテインメントのところですよねアプガニ2のやり方もハロプロと違うし地下とも違うしだしもう千差万別スナックがある数だけあの握手会の姿勢考え方価値全部違いますねそういうふうに僕は思ってます人間対人間の多様化なんです、ね、ちょっと僕の説明が下手で届かなかったら申し訳ないなと思いました で最後にちょっと広告のことねこの動画は比較的僕の YouTuber としての広告のところに、えー、話が行きがちですけどムカッと来ませんよと言っていただけると心をなで,なんかあの撫で下ろすなんか言葉変だけどちょっとほっとしますよ何人かの方が広告入ってるから見ないなんて書き込んでくれた方がいてそれもそれで正論だと思うんです。でも僕こののやってて目指したのは だってこれ広告入れられるってことは価値として認められてるってことじゃないですかここに広告入れてくれるっていうことは僕と皆さんのこの中に何かメリットががあるるるるとと思思っっっててててくれてる大人がい,るっていう評価だと思ってるんですよねでそれを何かあの形にしていってその評価で僕イベントやってる時もずっと同じなんですけど音楽のイベントをやったりまああ,のあれなんですよねあのお酒を飲む場所とかで人の雇用を生み出したりとかそういうのをまあやり続けてる人なんですけどそこって。 何が目的かといったらお,お金稼ぐってまあ正直日本人で日本語を通じてなかったら何やったってできるじゃないですか。でもこうやって音楽の話ができる人たちでどういう風にお金を回していったらなんか遊びも仕事も気持ちよく回るよねっていうしかも発見も多いよねあと自分がそこの環境を手に入れてるって何か嬉しいよねってなるここなんですよね。でそ,そこに 使う流れるお金っていうのの範囲を広げていくっていうふうにするのがまあ多分これまとまってない言葉にくるかもしれないですけど僕やってるところのほぼほぼ目的なんですよ。だから失礼な内容にしたいんだけど広告は入っていただかないと困るし評価も上,が上げていく努力もするけども上がっていくえ結果をね出さないといけないっていことでございます。しなくてもさ 生きてんだから死んじゃしょうがないけど死ぬ気ないから生きてるでこうやって話できるうちは努力できる権利はあるんじゃないかなと思ってるんでトライしていきたいってことなんですけどね。うん、ねで,でも向かっときたら言ってください。<laughs> し,ょしょうがねえもんそれ俺。俺もなんかどっか人間の弱いところとかあと慢心って言うんですか調子に乗る調子に乗る酒飲んでナキーでやってるからあんまないと思うんですけど。 でもスパチャとかやるとき僕ね飲みながらやってみようかと思ってるんですよ。ちょっとそれで壊れ具合っていうのがどこまでなのかなって。あ酔ってきたなとか酔ってきましたねとかあ酔いましたねって言ったらやめるみたいな感じの <laughs> ことをやってみようかなと思ってるんでこれもちょっと何月何日何曜日のこの辺っていうふうにあの合わせてくれて5人以上参加してくれそうだったら志低いですけど5人以上いたらやろうかなとな思いますね。その辺のの辺飲み屋でで人席を確保できるぐらいの あのクラスにななっったらやろうかななんて思ってる感じですもちろんウーロン茶でも結構みたいな僕はビールかワインぐらいは飲みますけど、ね、ちょっと話ずれましたなので、えー、と広告も含めてですけどこういう場所というところをどういうふうに有効活用していきたいかというとまあどんな飲み会でもまだ,まだ飲み会いなかったんですけど。 どんなこういった話でもどんなテーマでもあの客観的に見て俯瞰で見て価値のあるというものに落とし込んでいきたいなというふうに思っておりますそのためにはあ書き込んでいただいた皆さんもそうですしまだ書き込みがなくてもコメント欄に何もなくても見ていただいてるだけそんな方の、えー、と存在も全部誰一人いらない人いないぐらい必要だと思ってますね、まあ、実際そうですしね。 なのでちょっとこの場所をお借りしてお願いして申し訳ないですけどえとご意見と初めて書きました一言でもいいですから何か参加していく意識が高まるんであればこのままでももちろんいいですよ遠慮なくまあこんなやつなんで全然嬉しい喜んでるんでえと参加していってくれたらいいんじゃないかななんて思いました。 えとじゃあ今日はとりあえずこんな感じですね、えー、とコメント返し動画以後もですけども何て言うのかな時間を僕割いてというふうに言ってくれたり気遣ってる方々いるかもしれないんだけど全然割くしこれによって気づいてるし学んでますからそれはやっていきましょうよ。で、えー、短くするとかはないあの今までとそんなに変わらず返していこうと思ってるただそれがスパチャを使った方がいいっていう意見はあの結構身近な人からもらってて。 そこに集約するかどうかはもう少し様子見ています。なのでちょっと我々で、えー、と工夫しながら、まあ、僕はもう絶対工夫していくから、あのー、ご意見いただけたことっていうのは一個ずつトライしていこうと思ってます。もう今日もこれ短くしようと思ったのにちょっと長くなっちゃいましたね。で <laughs> もうしっかりしよう。そんな感じでございました。えー、とでは、えー、と今日はもうあと2本ぐらいコメント会社の動画を撮ってお届けするって形にします。 引き続き、くにおチャンネル、そして、さやしりほちゃん、ベビーメタル、モーニング娘。なんていう話も膨らませてまいりましょう。まあ、膨らまなかったらいつも通りです。じゃあ、また会いましょう。ありがとう。